形式図3050型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、サン鉄道が1907年2月に、アメリカ合衆国のボールドウィン・ロコモティブワークスから2両を輸入した2気筒端式の飽和式タンク機関車で、三型と称した。同年10月に、サン鉄道が国有化されたのに伴い、 間接鉄道席を得たものである。国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両称号規定では3050型に改版された。ボールドウィン車内における規格は10から261、4D、車軸配置は2から6から2で、同じくボールドウィン製で同一規格の旧北海道炭鉱鉄道の3060型とは、 水タンクの容量が異なり、サイドタンクが大型で背が高かった程度で酷似した外観となっている。国有化後も山田湖に所属して、九三宮鉄道の路線で使用されたが、1918年、五炉に神戸と兵庫に転属して入れ替えようとなり、その後、有馬線やしがらき線などで使用され、晩年は梅工事湖に所属した。廃車は二両とも、 1934年8月で、両者とも、小倉鉄道に払い下げられた。ここでは、国有鉄道時代の形式番号のまま使用されたが、3051は1942年に、小名浜臨港鉄道に譲渡され、C512 に、海番の上1952年まで使用された。残った3050は、1943年の、 戦時買収により再び国有鉄道席となったが、1948年に廃車解体された。形式の C51 は、運転整備重量51トンの同軸三軸を有する機関車の位。東北地方陸運局管内で推奨された機関車の形式番号付与方法である。ありがとうございます。